はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ドラクエ5ですね、やっていきたいと思いますが、実はですね、ここは、ポートセルムです。勘のいい方はわかるかもしれない。勘のいい方も、クソもないわ。これ、前回のパートの終わりで私言ってるもんね。ホエミスライブ手に入れましたよ。レベルもね、結構変わってるでしょ。もう、大変でした。2時間ぐらいかかったんじゃない？うちの子供がね。あと私はね、子供にやっていただいたので、次男が頑張ってくれました。私はもうね、横でね、寝転がってましたから。もう、ほんとね、よくやってくれましたよ。でね、ですから私まだね、彼知らないんです、名前が。あ、ホイミンだ、つい先ほどコメントで、ホイミンっていう名前をね、いただいて、4と一緒じゃないのって、ライアンさん思い出しますね、みたいな感じで、あったんですが、そのままホイミンですね。あら、じゃあ4の、ホイミンとは別人だろうけど、別人だ、だってもう、4の時で人間になってたもんね。で、おまけにこれは4より数百年経ってんだっけ、なんかそんな話ですよね。ホイミンなんですね、お手に入りましたよ、もう。これでね、これでも、いきますよ。ルーラでね、サラボナ行って、誰だっけ、ドラゴンベビーだっけ、名前忘れちゃった。ちょっと彼に、引いていただきました。もうね、もう、外せないよね。これじゃ入ったら困っちゃう。ねえ。だもんで、誰を二軍に落とそうかがね、すごく、もう、プックルさんもなかなか出ていく場がないですね。まあ、ドラキスさん個人的にはもっと頑張っていただきたいというか、もっと使いたいところなんですけどね。じゃあ、ヤード止まりましょう。もう1万3000ゴールドまで行きましたよ。私全然頑張ってませんけど、これにおいては。本当ね、途中までやったんですけどね、30分くらい私がやったんですけどね、あ、全然ダメだーっていうことで、なんかね、言ってたジランがやってくれたんですよね。で、行けたよと言ってくれたんで、あ、いいじゃないと。あと、夜中にやってる、道具屋があるんですか？ここじゃないのかな？多分ここだよね。夜中にやってるっていうコメントをちょっといただいた気もするんですが、あるのかな、そういうところ。ちょっと記憶ないんだけどね。ここは別荘だもんね。だよね。ここ別荘です。じゃあね、行きましょうか。ちょっと防具をね、武器はちょっと身の次にしましょう。はい。何買いましょうかね。ホイミンさん。鋼の鎧は、ちょっとごめんなさい。あ、すいません。ちょっと喉が、咳出ちゃいました。鋼の鎧は5しか上がらないんで、あ、亀の甲羅。いいね。亀の甲羅を、ホイミンさんにね。まだホイミンさんが、前線でやることはないと思ってますよ。シルクハートですね。ホイミンさんね。あと、売れるもんあるかな？ないよね。まだないよね。あ、鉄の胸当て売れるわ。こんだけ金あってもきっと次の街行ったらなくなんだろうね。もう、血のメンツ。ほんとね、金遣いならさ、半端ないからね。さあ、あと一応武器見ましょうか。ああ、ホイミン入ったら嬉しいね、ほんとに。ここは武器の店どんなようだね。買いに来ましたよ。そうね、覇者の剣ね、ちょっと私が持つのはやめときましょう。リエッタさんね、やっぱモーニングさん、リエッタさんすごいいいよね。鋼の牙、おーっと、ホイミン持てちゃうね。中年のため、ホイミンさんに。ベホマズン使えるとすごいよね。ほんとびっくりちゃう。
ある種勇者だよ。ね、じゃあ行きましょう。さあ、ここ強かったので、ちょっと、並べ替えましょうか。まず私が先頭にどうしても行っておかないといけないんで、イエタさんね、次ね。イエタさんがここでメキメキと出てきましたよ。あと、メッキーさんちょっと使いたいなと思うんですよね。ピエールさんはね、もうちょっといざという時に使いたい。もうほんと、プックルさん。プックルさん残念ですが、出てくる、あれがないですね。はい。あ、そうだ、命令させろでやってたんだ。次男がね。もう私は、自分の命令もしたくないぐらいなんでね。あ、知らない間に私は200いってますよ、ヒットポイント、ゆうこさんもね。そうなのね。まあ、レベルが1個上がったのかな。1個か2つ上がったかもしれないね。多分1個だと思うんですけど。あ、コドランさんだ、ちょっとリザーブに行っていただいたコトランさんまたね、ちょっと育てたいんですけどね。だからね、私がここをうろちょろしてる時よりも強くなってんで、なんかね、いけてんじゃないって気がね、あ、それでも食らうね。うん、でもメッキーさん、メッキーさん、殴れていろいろできるんでね、立って踊れる。モンスターかもしれないですね。ハホイミさんレベル5に上がりましたよ。力3ポイントすごいね。ミノモミ3ポイント、1ポイント8ポイント、マジックバカ3ポイント、トヘおい、勇者じゃない。トヘロスって。そうなのね。あ、キミラだね。ちょっとメッキーさんあれだけどね。同族同士になっちゃうけど。え、ああ、そうだ。ユーファンじゃないんだね。はい、イエタさんレベル19なんですよ。もうイエタさんも本当に、今はある種リーダーだね。一目で8ポイント、マジックバーが10ポイント。あ、ホイミンレベル6上がりましたよ。マジックバー10も上がったね、イエタさんね。地下2ポイント、ミノモミが1ポイント、ヒットポイントが2ポイントのマジックバーが2ポイント。あんまり上がらないんだね、ヒットポイントとかね、ホイミスライムは。まあまあ、食らっちゃうね。と、で、この上だったかな。で、この火山には、コメントいただいて、うわぁ、バグだよ、これね。早く、もう意外に短期なんでしょうね、バグダイマさんね。すぐ点火しちゃうからね。困ったもんですよ。やった!あ、私が行っちゃったか。じゃあ、入れ替えで。一応私いた方がいいんだよね。私、ゲッツさん、メッキーさんで。おー、ラリフォートないのね、メッキーさん。はい、ホイミさんレベル7に上がりましたね。え、力3ポイント、ミノモミが1ポイント、ヒットポイントが2ポイント、マジックパーが3ポイント、ビョーイ、早い。早いね。あ、でね、あとコメントでいただきました。ここ、回復の泉があるそうですね。だもんで、もうガンガン突っ込んでいきますよ、私。ほんとね。そういうね、情報いただいてすごく助かってます。しかし、ホイミスライムが、ホイミンというのがね、まさかと思いましたけどね。4でホイミンネタ使ってるから5で出してこないだろうと思ったけど、ホイミンに来ましたね。あ、こっち行ったよね。こっち行ってたよね。あ、行ってた行ってた。
はい。あ、ふうみさんレベル8になりましたね。地下2ポイント、身の守りが1ポイント、人間が2ポイント、マリパが2ポイント。ということで、さあ、ここで指輪だね。で、前こっち行ったんだよね。これ、あ、で、宝箱か。さかさか。おっと、メタルスライム出てきた。あ、逃げた。あ、逃げた。ダメだ。お、あ、いい、いい。お、いい、いい。あら？いい感じで効かないや。うわ最悪。いい感じだったのに。なんか仕組まれたみたいな感じあるけどね、今のね。やっぱりゆうたさん強いね。トロキさんレベル23に上がりましたよ。力2ポイント、身の守りが2ポイント、1ポイント6ポイントのマジックは1ポイント。あ、トロキさんも結構ね、来てるよね、レベルもね。いや、こういったんだよね。うん、さあ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 。で、あれ？マドルーパーとドロムーバーなんだね、多分。地上で出てたのが、ダルコ強いね、もう。あ、ホイミさんレベル9に上がりましたよ。力3ポイント、身の守りが1ポイント、1ポイントが2ポイント、マジックパワーが3ポイント。あ、1ポイントマジックパワーがあんまり上がんないね。ほんと、マーリンさんがいらないね。ヒャダルコ使えるんで。キーさん早いね。素早いんだね、きっとね。で、こっち行くと、分かれてて私こっち行って失敗した気。ああ、いや、そんなことないわ。気のせいだったね。今のところ一本道だもんね。あれ、近くか。でも、パズ下ると。どうなんだろう、もう私レベル20超えてんでね、これは序盤は終わったと思っていいのかな。まだ結婚しないけどね。これなんだろう、生涯独身とかできんのかな、どっちも選ばずみたいなね。はい、APL さんレベル21ですね。地下2ポイント、1ポイントが9ポイント、マジックパワーが3ポイント。あ、ホイミさんレベル10、早いね、成長が。地下1ポイント、身の守りが1ポイント、1ポイント、おお、6増えた、マジックパワーが2ポイント、キアーリーを追いましたね。ホイミさんすごく成長早いね。あ、このフォースデビルっていうのがね、今のところ一番ちょっと厄介なアイデアね。魔法唱えるもんね、確かね。あ、でも爆弾はもう厄介だね。爆弾で言ったらちょっと私下げないと。ただザオラルすら覚えてないわ、この我々はね。ちょっと死んじゃうとどうしようもないんですよね。そこが今の宿題かな。22痛いな。20に食らっちゃったよ。まあ、経験値ね、ちょっとゴールド少ないかなって気するんだけど、ゴールドやっぱ3桁欲しいよね。あ、宝箱。うわあ、ダメージ食らうんだね、きっと。見たからにはいかないと。私、ダメージを防ぐ。インパス？違うよね。インパスは違うよね。ああ、やっぱり。インパスは、アイテムを見るんだわ。ああ。はい、誰も持ってません。回復にはこと細かが、困らない感じなんですけど。あ、ごめんなさい。間違えてるな。109のダメージから。あ、1減るだけか。
私レベル20になっちゃった。力4ポイント、身の守り1ポイント、ヒットポイント8ポイントの持ち効果6ポイント、前向きレベル10に上がりましたね。力2ポイントの身の守りが1ポイント、ヒットポイント6ポイント、持ち効果2ポイント。なかなかラッシュで上がりますね。じゃあね、ちょっと時間良くなりましたので、この辺で終わっておきます。ドラクエ5終わっておきます。どうもありがとうございました。